はい。ライデナイトフットリコ。こんばんは、ふっとりこです。こんばんは。ふっとりこは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けします。はい。マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポをみんなで楽しめる番組を目指しています。はい。番組放送の翌日以降には Spotify、Apple Podcast などのポッドキャストサービスやYouTube でのアーカイブ配信も行っていますので、こちらでもお楽しみください。現在アーカイブをお聞きいただいている方はポッドキャストのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、いいねもぜひお願いします。お願いします。はい。それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。します。はい。あきらくお願いします。風の吹く馬は木の向く馬、まさすらいのサポーターあきらです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。パンダさんお願いします。はい。コルポデラストレーガーさんで晩ご飯を済ませましたというわけで、10月10日まで松屋銀座で出店されてますので、ぜひお近くの方はお立ち寄りください。トリコパンダです。よろしくお願いします。お願いします。ただの番宣みたいな、パンの鏡だね。はい、ラザニアね、いっぱい作ってくれてるんで、ぜひ。はい、はい。以上の3名でお送りします。いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはふっとりこ FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい。2つ目はマリサポのお友達にふっとりこやってるよと教えてあげてください。アプリの下のシェアボタンを押すと、このルームのことをツイートできたり、お友達に教えてあげたりすることができますので、もしよろしければお願いします。お願いします。はい。最後にふっとりこのハウスのご紹介です。コミュニティのようなものです。ハウスのメンバーになっていただくと、ふっとりこについての通知が行くようになりますので、ぜひお願いします。メンバーになるやり方は、アプリの一番上のふっとりこの文字をタップするとハウスのページに、なります。ここでジョインふっとりこというボタンが表示される方は、まだメンバーになられていないので、ボタンを押してメンバーになってくれると嬉しいです。ちなみにふっとりこのハウスメンバー数は、665名です。ありがとうございます。ありがとうございます。着実に増えている。いやー、喜ばしいですね。はい、嬉しいです。っていうか、はい、パンダさんお帰りなさい。あ、すいません、どうもお休みいただきました。いや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 、よかったです、よかったです、本当に。はい。おやすみなさい、言ってます。おやすみなさいって言われたけど、寝ろって言われてるね。はい、はい、ありがとうございます。今日反応がいいですね。はい。ね、というわけで、ではでは、進めていきたいと思います。はいはい、はい。1つ目のトピックです。10月3日火曜日、 AFC チャンピオンズリーグ 2023-24 グループステージ第2節3投対3戦は1対0での勝利となりました。いいよ。あ、またね、これタイミング逃すとね、大変なのよ、これ長押しだからさ、出すのがさ難しいんだよ。どうだっけ、とかそうか、うん、これね、これね、はいはい、あのね、上の人鳴らすものがあるんですけど、ボタンがリアクションボタンみんなついてると思うんだけど、下の方も、はいはいはい、ね、音鳴らす、そう、それそれそれね、 MAD が使ってる、そう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 、長押しできるんだよこれね。はいはいはい、なんか鳴らしてもらっていいですか。うん、え、今ですか。はい、じゃあちゃんと、じゃあもうやっときますね。はい、ありがとうございます。はい。試合の方に戻って、はい、得点者前半37分水沼宏太選手でした。はい、めちゃ綺麗なね、で、ね、いや素晴らしい。はい。モデル大臣のコメントを聞きたいと思います。明君お願いします。勝てばよかろうなのだ、この一言につきますね。なんか中途半端なマリノス対策をされたなっていうのが逆に難しかったイメージですね。あのコースは消してくるけどそれ以上のことをしないっていう、ある意味徹底したマリノス対策だったんですけれども、それをあのメンバーでね、なんとかどうにかこうにかこじ開けて、あの点が取れたっていうのが非常に大きかったなと思います。それも前半のうちでしたかね。なんでそれがまあもうほぼ全てかなっていう感じ。
スタジアムの雰囲気もね、あのダゾンで見てる限りですけど、まあなかなかに中国アウェーだなと思いつつも、なんかそれにしてもイメージほどではなかったなっていう感じ。ここはもう行った人の話を聞くしかないんですけどね。はい、まあその中で、あの殊勝なコメントがたくさん出てきたりとかね、あのそういうところがやっぱり ACL っぽいなというか、まあこれで6330の並びにねなりましたんで、あの次のカヤ FC 戦2連戦ですか、まあ、これが本当に大きくなってくるなという感じがいよいよねしてますね。はい、まあ今後に向けてつなげられる、まあ一つの試合になったかなと思うので、まあそこはまずそこで良かったんじゃないかなと思います。はい、次の ACL ももう2週か3週間後とかですかね、意外とあっという間に来るので、それまでにあのチームの状態がさらに上向いてるといいなと、まあ、そういうふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、パンダさんお願いします。なんかナムニーがさ、合流してもまあ何ヶ月か経つんだけどさ、なんかマリノス来たばっかりのアタッカーにありがちなやつみたいな感じで、すごいなんか愛らしかったんですけど個人的にはそう、なんか久保田の得点の時のあの3人の最後のラストボックスのポンポンポンあったじゃない、あの3人の嬉しそうさがすごい良かったよね今回の見どころはまあそこだよね一番ね、あとはやっぱなんか朝日いるとちょっとワクワクするのはね、まあ、結構皆さんもあると思うんですけど、やっぱあの ACL の舞台行ってもまあ収まる収まるっていうあの感じね、安定感あるというか、あの腰の強さ半端ねえみたいな感じのさ受け方するじゃん、あれ結構好きなんですけど、そうとか、そうですね、あと何ですかね、 ACL っていうところで言うと、あの忘れ物を取り返しに行ってくださった皆さんありがとうございましたっていうところと、ちょっと拍子抜けだったんじゃないかなって思うところもややあるぐらいのそのもうね、かれこれ 何年前も十何年前20年近く前じゃないですか、前回やったのが。でまあその時の過酷さを忘れないでいる人の方がさ、やっぱ当時の人は多いから、まあ、その気持ちで行ったら、まあ、あれだけ人がいるとはいえ全然環境ってやっぱ変わるもんだなっていうのはすごい見てて感じましたね。全く別物とまでは言わないけどやっぱり違うよね、なんかね、でもやっぱり何ていうのかな、まあ元の人数っていうか人口が多いからあれだけど、4万5000人やっぱ埋まるんですね ACL でも、しっかり、本当にあれだけで、なんかさゴール裏とかやっぱ見ちゃうのよ ACL とかになると、どんなサポーター来てるのかなって、なんかよりさ、まあ東アジアの他のリーグとこう似たような感じになったというか、なんか普通にさみんなしっかりオフィシャルのユニフォームっぽいやつをさきっちり着ててさ、でしかもいろんな種類のがあったから、やっぱ何年かファンやってる人は何年の着ててとかって、そういうバリエーションのある感じもすごいなんか、まあ、J っぽいとは言わないけど、まあ、その中国のリーグもやっぱ他のアジアのリーグと同じような感じになってきてるのかなっていうのは、なんかすごいゴール裏見てて思いました。だって中国のさサポーターがゲバラのさ幕出すとは思わないじゃん、ね、びっくりしたあれすごいびっくりしたんだよ ね個人的には。そういうところばっかりなんか見ちゃいましたね、ついサポーターというかスタンドの雰囲気をダゾン越しにすごいなんか感じる試合だったなっていう気がします。ゲーフラも多かったですもんね、そうそう、ゲーフラ多かった、そうだからなんかだいぶなんか寄ってきたよね中間日っていう、だそれがそのあの時ほどに感じないというか、そう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 、そのちゃんとサッカーをねに取り組むよ、なんていうのかな、行儀良くなったって言い方ちょっとあれだけど、そのサッカーに寄ってきたって感じだよね。なんかこう日本を倒しに来たわけではなく、あサッカー観戦に来てるんだなっていう人がすごい増えた感じ、はするかな。なんかこう平たく言っちゃうけどね。そうそうそう。まあ、当時のまあそのねタイミングというか政治的な状況もあったりするのはそうだけど、まあ、あの時は激悪だったからね。そうね、まあ、でも今も言ったらすごい良くはないから。そうそうそうね。状況考えるとまあ。そういう意味で言うと、だから中国のサッカーもその感染周りでいうとその成熟してきた部分があるのかもしれないよね。やっぱねオリンピックとかもやってるしね。なるほどね、確かにね。今もやってますもんね、アジア大会ね。アジア大会もやってるし、やっぱその環境面っていうのはすごい変わったんじゃないかなと思って。まあ、今回ねほら選手も夜お散歩出てたりとかしたじゃない。多分当時できなかったんじゃないかな選手もって思ってるんで。
まあ、なんかそこですね、今回の ACL で一番感じたのは。うん、どうでしょう、以上で。どうでしょう、はい。どうでしょう。ありがとうございます。はい、僕の感想は、いや、まあ、ね、見ないスタイルですよね。福田さんも言ってたのかな、うん、そのやっぱ国によってスタイルが変わるっていう話をされてて、うんうん、もう散々の J で最近見ないけどめちゃめちゃ言われてためっちゃ言ってためっちゃ言ってた、まあ、分かるけどと思いながら、そうそうそう、結構ね、まあ、緻密に、うんとね、今は結構やられる J リーグと比べて結構ね、まあ、大雑把とは言わないけど、ちょっとオールディーズなところで良さを出していくっていう、うん、で戦っていくっていう、まあ、そう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 ってところがあるのかなって感じだったんですけど、だったんですけど結構それでやられそうにもなっているわけですよね、実際には。クリさん、まあ、すごかったよね、うん、うん、とにかくあの人だね、あの人すごかったね、印象にはすごい残って、あとあれだね、あ、名前忘れちゃったけど、うん、前半に出てたフォワードすげえイケメン一人だよね、だっけ、うん、何番だっけな、あ、わかる、あの首のタトゥーの子だそうかな、そうすげえ、彼、めっちゃそうイケメンだと思う、そう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 、だ結構ね、そのまあ、分断気味だったけど、でも前線やっぱね、あの強力な選手がいるんだなと思って、うんうん、まあ、フェラインにはもちろんね、あの収めまくってて、ちょっとね、上島君最初怖かったけど、うんけどそれこそね、上島くん、いや素晴らしかったよ本当に、うん、そこからは立て直して、はいね、角田くんもだけど、はい、ことですね、で、まあ水野コーダですよね、水野コーダ、そうね、あのプレーができる時とできない時が、まあ、ある気がするけど、まあ、それがその試合の構造上なのかちょっと僕は分かってないんですけど、うん、あれを出してくれると嬉しいですよね、やっぱり、あの、うん、内外内外がやっぱ見れるとやっぱり攻撃の幅が広がるし、うん、そうですね、はい、っていうのが見れたかな、うん、いや、まあ、エウベルも嬉しそうだったね、はい、久しぶりにこう、うん、点に絡む仕事ができたっていうのはあるよね、そう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 、すごい、あの3人にとってはすごいポジティブなさ、うん、点だったじゃない、とても、そう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 、はい、だし、やっぱり ACL、ナムにちょっと頼れますね、いやすごいよ、あの全く同時ないしさ、うん、なんて雰囲気がね、多分今のメンバーの中で一番 ACL 慣れてますからね、いや本当にその安心感ね、まあ、水沼コートさんも回数で言ったら結構ね、そうそうそう、ではいるけど、うん、やっぱちょっと違うよね、なんかね、そうそうそう、テンション上げすぎてるわけでもないし、そう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 、うん、え、ただ点はめちゃめちゃ欲しいっていうのがいつもよりさらに出てて、そこがすごい愛らしかった、ね、めっちゃ打ったんだよね確か、うん、ミドルシュートまさか1本も入らないとは思いませんでしたよ、まあ、結構枠にさん飛んでましたからね、そうね、うん、そうね、いや本当に得点見たいですね、うん、あとあれですね、本当、はい、ポストさんに今年はめちゃめちゃ助けられておりまして、そう、本当にそう、本当あれはイークラのスタンドが働いてます、まあ、ちね、おかげさまでイークラのスタンドイークラのスタンドポスト、あのポールボールポストの形してると噂なのでベンチ座ってんだね、まあ、まあね、そういう意味で言うと、まあ、課題は課題ですね、点は入ってはないですけどね、そう、ギリセーフみたいな感じだったから、うん、まあ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 、はい、まあ、そこはね、ディフェンス陣含めて頑張ってほしいしそう、待って、そう、カズさんについてみようと思ったんですけど、うん、主審がチアゴに似てるなって思った、あ、そうあのダルビッシュさんですね、うん、すごい、そう、ダルビッシュさんでしたね、うん、そう、名前は気になったけどそれ以上に顔気になって、うん、チアゴ似てた、なるほど、似てた、似てた、 なんかちょっと俺なんか見たことある面影がっていう、なるほど、チアゴに似てたっすけどなんか不安定なジャッジの立てるんでしたねそれはもう ACL だから致し方ないという気持ちでこっちは見てます、そこもね、そこも含めて勝ててよかったですね、そう、リクも経験ねって思ってますね、うん、あ、そうね、リク君も安定ほんとしますね、ずっとね、いや、やばいっすね、マジでね、やばい、本当に来そうだね、これはこいつはやばいです、はいはいはい、まあね、夏にジョエルの移籍があって、うん、まあ、結果的にね、まあ、担う役割が単純に増えてはくるはずで、うん、その中でね、ちゃんと出場して力を出しているから、ちょっと行くんじゃないですかね、あと、まあ、はい、カイナも頑張ってくれる、カイナ、そう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 、うん、カイナもね、どこで出してもカイナだね今は、うん、やっぱり、はい、ね、試合をこなすことは大事ですね、うん、いや、そうですよ、それはそうですよ、本当に、本当にそうだと思う、ね、カイナもやっぱりね、その最初の不安定さみたいなところを、まあ、みんな言ったりするところもあるし、まあ、僕も結構ね思ってた方なんですけど、正直でもね、今は
逆にそのなんていうの、そういう目立ちを本当しないし、うん、溶け込んでるよね本当に。で流れるし、うん、とでサイドバック入っても、まあ、それなりの、まあ、役割をねちゃんと果たしてすごい頑張ってくれるし、うんうん、まあ、それは出たら出た分だけ経験値があるし、うん、まあ、出れなかったら出れなかっただけ、まあね、そういうのもあるじゃないですか、うんうん、っていうのを飲み込んでここまでやってきてるんだよね、うん、やっぱりねって思いますよね、そういう守備とかね。はいはいはい、そうね、やっぱね、選手から言わせると途中出場ってめちゃめちゃ難しいってやっぱみんなすごい言うし、うん、それでもやっぱフォワードとかさ、アタッカーで、ね、まあ、昔で言うスーパーサブみたいに言われてた人たちもいるじゃないですか、うん、相手たちは、まあ、試合後から出てもきっちり結果を出すよみたいな人たちね、うん、そういう人たちと、まあ、そうじゃない人たちもきっといるわけで、うん、コンスタントに出ることによってこうどん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 良くなっていくって人ももちろんいるし、そういう人それぞれだからさ、はい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 、カイナはやっぱりああやってちょっとずつ出るのが良かったんだろうなっていうのはすごい今なってみれば思うかな、うん、そうね、まあここで発揮するための、まあこれまでのまあ起用法の話もね多分まああるんですよね、うん、はい、あとは、あ、加藤聖ですよ、そう、めちゃめちゃ良かったと思いますよ僕、うん、うちのサイドバックです、はい、ちゃんと、はい、よかった、あのねタイミングとかね、いや本当に素晴らしかったと思いますね、すごいいろいろ考えながらやってくれてるんだろうなっていう感じがすごい伝わったし、最後大丈夫かなと思いながら、ね、そうっすね、うん、そうね、最後ね、そう体力とその最後ねそう、しちゃっただけならまあいいんだけどさ、うん、まあ、体力は本人もね、はい、言ってたとこですからね、そう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 、うん、勝君が、ね、後ろに控えてると思ったら思いっきりできますもん、ね、やっぱこう仕事をしてても思うことなんですけど、うん、一回全力でやるって大事ですね、はい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 、はい、うん、そうね、うん、次から自分のこと、もちろんペース配分みたいなのを考えられるようになるし、大事ですねやっぱね、やってダメだったら他の人が変わってくれるっていい職場だよね、 その環境も素晴らしいですねいい職場だと思う、いやちょっとね左サイドバックアップ期待できますね、うん、はい、楽しみですね、はい、あと何より、まあ、さっきもちらっと触れてましたけど福田さんじゃないですか、じゃあこの試合に関しては昔からマリノスサポーターの J リーグ好きのおじさんでしょ、ある人、なんかさ、みんな ACL になるとさ、みんなさ素になるよね、どのタイプの人もね、うん、そうなんですよ、ジジもそうだけど、そうなんですよ、いや多分やっぱりその特に日本を背負ってた人たちだからさ、そうかつさ、ACL って割とそのクラブに愛着がある人が当てられがちじゃないですか、あ、そうだね、まあね、4試合だしね、はいはいはい、そうそうそう、でここで福田ですよっていうね、はいはいはい、はい、彼のああいうのを、まあ、変な話、常日頃聞いてた浦和サポーターが彼のことをミスターレッツって呼ぶ理由はちょっと分かった気がしますけどね、やっぱり暑さみたいなものを感じたし、こんなマリノス好きで大丈夫そうって思って、ね、それも思いましたけど、それも思いましたけど、ミスターレッツで終わって思う時あるよ、ね、そうそうそうとかね、はい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 、確かにね、はい、なんかでもそう、まあ、頼もしさを感じるとともに、まあ、やっぱこういうメンタリティも必要なんだねって思いましたね、うん、国外でやっていくときは、うん、そうね、はい、ということで無事、3等戦は勝利をし、1勝1敗という、状況ですね、はい、組の中で言う と、それこそ3等、あ、違うか、あ、そうだよね、はい、3等と、まあ、並んでの2位、はい、ですね。で、院長は、カヤ FC をボボコにしたので、ボコにしてましたね、はい。ボコボコにしたので、はい、勝ち点6ですね。はい、という状況ですね。はい。まだ2試合になって、うんうん、はい。はい。まだまだ。はい。そうですね。で、先ほどからお話出ている通り、三島戦にはマリノスサポーター61名が駆けつけたと。いうふうに言われておりますね、61名ですね、はい、公式発表ですね、これ間違いないですってからね、はい、今回はね、公式がチケットで配信で間違いないです、はいはい、そうですね、あの中国人のマリサポがいた人はあれですけど、そうそう、他のところね、はい、ゴールラスコが溜まってね、はい、いらっしゃるの、はい、61名本当にあのお疲れ様でした、この中でいたりしないかも、2階席か、ね、いるかもね、いないかもだけど、はい、あのお疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、で
まあ、それについてはね、まあ、選手たちも、まあ、触れてましたね。水沼選手がインタビューでも、はい、試合直後の、ね、インタビューでも、はい、触れてましたね。で、あ、これはそれですね。まあ、まずあのインタビューの音がやばかった話はいいですか。そう、マイクの質とかもそうだけどさ、それ以上に私あれ気になったんだよね。なんか、うん、スロー再生した時に音スローになってたでしょあれ多分。そう。普通消すじゃんスローの時って音、はいはい、謎のわーって音入ってたから多分あれ音切ってないんだなと思って。まあまあまあ、まあ、はい。多分中継も現地で頑張ってたんですかね。日本のスタッフなんですかね。まあ、あれ SL クオリティだと思います。公式のやつだからそう思ったのかな。そう、公式映像だと思う、SL の、うんうん。はい。で、まあ、水沼選手のインタビューの時にね、インタビュアーの方が、まあ、完全アウェーの中っていう話をしていて、していたら、まあ、水沼選手は、まあ、今日もたくさんのマリノスサポーターの方が来てくれて、戦ってくれて、嬉しかったですみたいなことを、はい、言ってましたが、その後にまあ解説の福田さんですよね、うん、はい、その最初にインタビューの方がその完全アウェーの中でって言ったことにどうやら福田さんはカチンときたそうで完全アウェーって言ってますけど60人いますからねと、その60人を1回いるのに完全っていうのはちょっとやめてもらいたいなと、ね、マジでめんどくさいサポーターのおじさんじゃん。いや本当に言いたことはすごいわかるよ、ね、そう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 、わかるけど、それをね、あの放送に乗っけるのがおもろい。そうそう、福田さんも、まあ、慎重的にね、慎重的にねって言ってましたけど、ね、うん、めちゃ興奮してたよね、なんか最終的にはね。いや、まあだからそのなんていうんですかね、大事さを本当にね、福田さん感じてくれてるし、まあ、だからその裏側のね、多分、まあ、思いがあったりしたんでしょうね、うんうん、はい。北田拓也選手も珍しくツイッターでコメントしてました。コメントというか、はい、ツイートをポストしてましたね。はい、43,783 人の中の61人、トリコロールの勇者たち、誇らしかったし最高にかっこよかった。日本で全力応援してくれた皆さんもこの試合に限らずいつも本当にありがとうございます。ここからマリノスファミリーの力の見せ所、一人一人の気持ちを合わせてみんなで頑張ろうと。もうね、はい、ちょっとずつちゃんと混ぜるのは反則ですから、うん、ね、こういう、ね、アジテーション得意ですもんね、はい、本当日産スタジアム育ちですよ、木田拓也は、ね、はい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 、はい、という3投戦でした。でよろしいですか。はい、はい、これで ACL また2週間後だっけ、3週間後ホームの開幕戦ですね、はい、次はね。そうですね、はい、はい、いいね、いいね、はい、あのうちもボコボコにしましょうね、ぜひ、はいはい、ぜひボコボコにしましょう。はい、では次いきます。次小ネタです。2つほど、1つ目、参加者募集、10月14日清掃&トリコール化活動実施のお知らせ。はい、来た。はい、F マリノススポーツクラブでは10月14日土曜日に大和市の新橋通り商店会でいいのかなにて、清掃&トリコール化活動を実施いたします。みんなで一緒に楽しく活動を行い、ホームタウンをきれいに、そしてホームタウンにトリコロールを増やしていきましょうということで、参加申し込み期限が10月8日日曜日、あさってですね、までで、うん、募集しているそうです。はい、当日は14時集合を14時15分から15時まで清掃活動して、15時15分から16時までトリコロール化活動を、されるそうです。具体的には、応援ショップカードを配布し、応援ショップに入会してもらう、うん、営業ですね。はい、うん、そうです。そうです、簡単に言うとそうです。普通に営業、平たく言うとそうです。そうです。勧誘に回る、飛び込み営業です、はい、セールスマンですね、はい、とクラブポスターやフラッグを配布して、お店商店街に掲示してもらうという活動だそうですので、はい、はい、ご興味ある方、営業職の方、そうそう、ぜひ、そう、お得意な方お待ちしておりますはい、はい、ってことです。はい、あきらさんがめちゃめちゃいいとこに映ってて笑っちゃった前回そうなんですよ、はい、ぜひ、はい、このシャドウのページ見てあげてください、はい、はいはい、ね、ヤマトの方にもぜひぜひ、はい、見ていただければと思いますね。ね、ヤマトもね、うん、ちゃんと名前の刻まれてるホームタウンですから。はい、はい、じゃあ次いきますね。次、ケツメイシ新曲スイートベイビースペシャルムービーにマリノスケ登場。うん、それよ。だよこれ。はい、突如マリノスケがくつぶやいておりました。ケツメイシさんスイートベイビースペシャルムービー、このムービー見てたらみんなノリノリで笑顔になっちゃうよね。いきなり何言ってんだろうと思ったら、何言ってんだろうと思ったら、マリノスケを探せと、はい、書
書いてあるわけですよ、ね、はい、でなんだこらと、はい、このケツメイシさんのスイートベイビーっていうその歌があるんですけど、これは、うん、日産ルークスだっけ、はい、ルークスです、はいはいはい、まあ、イメージソングというか、はい、になっているそうなんですよね、はい、でそれのスペシャルムービー、まあ、PV じゃないのかな、日産が日産のやつなのかな、日産協賛ムービーだと思います、うんうんうん、CM と連動の、ね、はい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 、はい、っていうのが、まあ、出てるわけですよね、はい、でメンバーさんまで CM 出てるんですよね、そうそうそう、うん、なんかすごいあのいい歌ですよね、あの明るくて、はい、なんですけどそれを見ていくと、マリノスケが登場いたします、ちなみにね、はい、うん、京急の天空橋駅も出てくるそこも出てくるんですか、うん、ね、男性の方が踊ってますよね、そう、めちゃマニアックだけど京急よく乗る人だったら、あ、天空橋じゃんすぐ分かる、なるほどね、いや、あれ地下って思って、そう、ああそっちね、あの壁面はね、そうそうそう、ないから、そうそうそう、天空橋そうだよね、あれ東急じゃねえよなと思って、そうそうそう、はい、で、まあ、いや、とあのケーキもですけど、はい、メインがすいません、マリノスケです、もちろん、はい、あのね、後半にね、ちらっと5秒ぐらい、あの、そう、短いバージョンだと2回出てくるかなあ、そうなんね、フルバージョン、あ、どうしたっけな、そうそう、2回出てくる、うん、しかも超引きで映ってる感じがすげえ可愛いっていう、でもね、目立ちますよね、他と全然トーンが違うから、いきなりさ、人間じゃないもん出てくるわねえってなるよね、サブリミナル効果みたいな、うん、ね、なんか出てえってなる、でその後しばらく出てこないから、さっきの何だったんだろうって、多分これ見返しちゃうやつだよねいい効果になってると思いますよ、はい、栗浜ですね、はい、はい、いいですね、いい、なん、これどういうね、あれなんだろうね、なんで差し込ませてくれたんだろうね、日産の差し金であることは間違いないと思いますけど日産のこの周りの担当の方がマリノス好きでいてくれてるのかな、だし今回のこの V 自体にこう、うん、結構そういうのあんのかなってちょっと思っちゃったりして、そう、うん、どういうこと、いや、まあ見ていかないと分かんないけど、なんか京急沿線が多いのかなとか、ああそういうことね、そうか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 、なるほどね、っていうので栗浜なのかなって思ったりした、ね、あれ他のロケ地もそうなのかな、あのグランピングとか、ね、そう、グランピングはそこじゃないかなっていうところが一個あって、ちょっとね、もし知ってる人いたらみんなどうぞロケーションあそこだよっていうのつぶやいてほしいんだけど、でも違ったらごめんだけど、はい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 、なんかそうなのかなっていうのちょっとふと思って、なるほど、ね、それは面白いっす ね、うん、あの立体交差とか、そう、でもなんか全体的に神奈川州すごい住んだよね、うん、なんか確かにスケボー場みたいのもあるよね、うん、違うとこもありかもしれないけどね、まあまあ、でもでもまあちょっと惜しいよ、確かにね、そうそう、いや面白いですね、はい見てください、はい、で教えてください、ぜひ教えてください、はい、これで以上です、はい、早いですけどふっとりこからのお知らせです、はい、まずは港里祭のふっとりこ公開、生放送、生配信、収録なんていうのが一番いいんですか公開生放送、公開生放送、はい、公開生放送ですね、はい、が、港里祭で開催されます、10月9日月曜祝日の、ふっとりこの方は14時から、鶴見公会堂さん3号会議室で、行います、はい、前回もご紹介しましたが、通常のマリノス関連トピックの紹介に加え、ゲストにマネーフォワード金井さん、石戸さんを迎え、金井さんのマリサポとしての成長過程についてお話を伺う、成長過程についてってちょっと選んでますね、はい、教えて金井先生の伏線回収にしたいと思います、うん、はい、教えて金井先生もお送りいたします、でぜひご来場お待ちしてます、配信の方もよろしくお願いいたしますということです、はい、まあまあ、あの、なんていうんですか、普通の会議室ですね、いわゆるね、なので、はい、なので、あの、人来てまあまあ入れるんで、あの、来ていただけると教室ぐらいはある、うん、あ、そう小ぶりな教室ぐらいはある、全然、はい、で、ぜひぜひ、ね、反応していただいて、声を乗せていただければと思いますね、はい、はい、
はい、で、2つ目が港祭最新情報、はい、マリノスサポーターの文化祭港祭、その最新情報をあきらくんがお届けします。おー、はい、月曜会の時点でもまあまあだいぶね出揃ってましたけれども、うん、いよいよ、全員分の紹介が終わりまして、うん、はい、でその中で、まあ、特に大きなのやっぱりグッズの話じゃないかなと思います。はい、昨日ですかねラインナップの方が出て、まあ、今日詳しく改めて出させていただいておりますけれども、こちら、うん、半袖と長袖の各種 T シャツ、うん、ビッグトートバッグ、うん、さらにガジェットポーチ、まあ、この4種類ですね、はい、はい、こちらが、会場限定イベント限定で、ご用意させていただいております。はい、これ、まあ、お値段等々も今日出た画像に載ってるんですけれども、うん、これちょっとパンダさんにこだわりのポイントみたいなの聞いても大丈夫ですかね。あれみんなちょっとまだ言ってないのにそれ大丈夫そう、うん、実はですね今回、この港祭の公式グッズ、私デザインではないんですけども、プロデュースというか、はいはい、監修をさせていただきまして、うんうん、なので、まあ、デザイナーはひろくんって若きデザイナーの方に、ね、お願いして作っていただいたんですけど、まあ、今回ですね、港祭実はその港祭の公式のロゴとかも見ていただいても分かる通り、結構フラッグ旗を結構テーマにしているところがあって、うん、やっぱこうマリノスの今のサポーターの中でこう旗って結構大事なアイコンになりつつあるからね、そこをフィーチャーしていこうってことで今回は旗のデザインをお願いしまして、はい、で今回の港祭のこのロゴをフェスこの形文字をそのまま旗に見立ててデザインにしたものになっておりまして、なので、まあ、基本的には共通デザインにはなるんですけれども、まあ、ぜひこのサポーターが作るサポーターのための文化祭、まあ、ファンサポーターのための文化祭ってことでその旗をモチーフにしたっていうのをぜひ、ね、手に取って見ていただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます、はい、まさにそんな感じのデザインですね、うん、はい、画像の方もね今ふっとりこのアカウントの方でもリツイートしていただいてますけれども、ぜひぜひ当日も、まあ、本物をぜひ手に取っていただけたらなと思います。だいぶ、ね、いいのできたと思うんだよね、はい、これマジでいいっすよ、うん、本当に一人でも多くの方に見てほしいなと思います、はい、ちなみにちょっとここだけで先出しで1個ね情報があるんですけど、はいはいはい、T シャツなんですけどめっちゃ少数キッズサイズ150作ったのこれ当日並ぶんだけど本当にちょっとしか作ってないから、もし親子で来たいとかっていう方が来たらぜひ早めに来ていただければと思います。ぜひうっとりこリスナーの皆さんお待ちしてますので、キッズサイズですね、はい、通常ね S 以上の大人サイズしかないんですけど、 T シャツだけほんのちょこっとだけ本当にちょっとだけあるんで、よかったらぜひお願いします。はい、まあ、サイズ感はいわゆる普通のT シャツのサイズ感ですかね、うん、よくある一般的な T シャツになります、ね、あとロングスリーブ T シャツに関してはリブ付きになってますんで、はい、あ、そうそうそう、はい、そうですね、大きいサイズで着ても袖まくりしやすいし、はい、で色もちょっと微妙に違うブラックとチャコールグレーなので、パーソナルカラーが心配ある方でも2色から選べますよっていうシステムになっておりますんで、ね、はい、ぜひぜひそのあたりもお期待いただけたらと思います、はい、まあ、この他にもねパンフレットもご用意がございまして、めちゃめちゃ可愛かったね。そう、表紙というかもうすり上がったものが実は到着してまして、うん、表紙の写真をちょっと見たんですけれども、あれですね、みなとり祭のアカウントのカバーに使われている旗がいっぱい並んでるやつなんですけど、うん、あれをモチーフにした表紙になっておりまして、はい、これもまた可愛い、あれ表紙めちゃめちゃインパクトあってすごい好き、あれなんかまんまクリアファイルとかにすればよかったちょっと思いましたね。確かに確かに、あれクリアファイルだと欲しいかもしれない、はい、みたいな感じの見た目になっておりまして、でもちろん中身も事前にアンケート等々取らせていただいたものを反映したコンテンツが数々、掲載されておりますので、ぜひぜひそちらも手に取っていただけたらなと思います。当日会場でお待ちしております。はい、ってな感じですかね。はいはい、そんなもん。こっちからお出しできる情報はそんなもんかな。うん、かな。新規はね、新しい情報で、うん、はい、そうですね、はい、
あとあれですよね、宮取祭の会場では実は別のイベントも一緒にやったりするわけ。ああ、そうそうそう、らしいですね。ねえ、うん、たまたま近くでね、写真展が行われると。はい、どうせなら同じ機会にやっちゃおうってことかな。ええー、おそらくそういうことでしょうね、うん、で、うん、アカウントができておりまして、これこの瞬間に勝るアラメアっていうね、ハッシュタグがついていて、はい、はいはいはい、まあ、それがそのままテーマになっているそうなんですけれども、うん、それに沿った写真ですね、うん、試合中の写真とか、まあ、もろもろその他含め、これが、まあ、写真パネルの形式かなになって、出ております。まあ、こちらも、うん、本当にすぐ近くでやってますんで、はい、一緒に、ご覧いただけたらいいんじゃないかなと思います。なるほど。いわゆるね、出版系とか、うん、なんていうのかなとかの、写真だと、まあ、スポーツ写真というか、うん、そういう感じになるかなと思うんですけど、うん、まあサポーターの方がね撮られているので、また切り取り方とか、SNS でよく見かけるあの人とかもいるのかね、あの人とかあの人とか、あ、この人知ってるっていうのはありそう。そうそうそう、意外とね、いらし、結構ね、結構充実しているそうなんです。はい、いっぱいいらっしゃるもんね、うん、マリノスファンサポーターで写真撮る、ね、そうそう、写真撮る方ね、いっぱいいますからね。すごいいい写真、よくタイムラインに出てくるけど、結構ね、セミプロからプロの方まで実はプロって人もね、いるよね、はい、ね、すごくいい写真展になっているそうです。で、会場でしかちょっと見ることができなさそうな感じでもあるので、うん、ぜひ会場に、ね、来て写真を見てほしいと、マリサポ有志写真部の方が、はい、おっしゃっておりましたので、お伝えさせていただきました。はい、会場でしか見れないといえば、うん、ね、トークショーも会場限定のお話ですからね。本当の大御所中の大御所じゃないですかね。ゴルラの団体のお話もそうだし、うん、もちろん水沼さん、中上さんのお話もそうだし、うん、その場に来ないとわからないというか、体験できないというのは、なんかある意味ではスタジアムっぽさもありますね。はい、これあれ開催日時等ともう一回おさらいしてもらうことは可能でしょうか。そうですね、はい、はい、改めての、アナウンスになりますけれども、10月の9日月曜日ですね、はい、月曜日祝日となっております。この日の、朝11時から17時の間が、出店ブースのお時間となります。第1部、うんうん、はい、これが、まあ、加瀬の会議室ですね、加瀬会議室の方で行われる時間でございます。で、まあ、その間に、まあ、ふっとりこの生放送が行われるんですけれども、うん、これの会場が鶴見の公会堂になっておりまして、はい、この公会堂では、第2部のトークショーが行われます。はい、第2部トークショーは18時、上演予定でございまして、このトークショーを、お聞きになる方は申し訳ないんですけれども、第1部の、出展ブースのところで配布される整理券をお持ちの上、18時よりも前ですね、会場で受付は、ちょっと早めに行わせていただきますので、その段階で鶴見公会堂にお越しください。はい、まあ、どっちも歩いて本当にすぐの距離なので、そうそう、あんまり迷わないとは思いますが、はい、つながってるからね、はい、追って道順を示した動画がアップされる予定となっておりますので、明日明後日には、まあ、少なくとも出るそうですね、文化祭の港取祭のアカウントから、改めてお出しさせていただきますので、そちらもぜひご確認いただけたらと思います。はい、丸ごと1日、港取祭になりますので、ぜひぜひ、まあ、どこかのタイミングでお越しいただけたらなと思います。鶴見駅西口になります。はい、西口ですね、はい、JR 側ですね。はい、ちなみにですね、9日月曜日の天気予報なんですけれども、あ、はい、今のところですね、雨、はい、です、はい、最高気温20度、最低気温15度、降水確率 80% となっておりますが、はい、駅近なので、はい、そう、本当鶴見公会堂に関してはマジ駅出て屋根ないところ50メーターもないから、うんうんうん、すぐ本当駅、ほぼ駅ビルなんで、声優の上にあるんだけど、
でそこと、まあ、そこからまた 100m、200m ぐらいかな、デスリエンディキアそのまま進んでいただいた先にファミリーマートの上に会場ございますんで、はい、はい、ぜひ。あ、ちょっとね、足元悪い中になるかもしれません。あと寒いんですけど、そうですね、当日ね、はい、うん、まあ、ぜひね、その体調等々も気をつけながらぜひ来ていただけたらなと思います。はい、はい、ご紹介ありがとうございます。はい、はい、それで、放送開始前にツイートさせてもらいましたが、宮取祭の出展者の方がもしいらっしゃればお話聞けないかなと思うんですよね。いたよね、ふっとりこ、よく聞きに来てくれてる方の名前たくさん見たよ、はい、私ちょっとじゃあタイトルコール、あきら君ここでもやってもらっていいですか。ここでやります。いいですよ、ちょっとだけ。じゃあ行きますよ。宮取祭出展者出てこいや。はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、宮取祭出展者の方でぜひ告知お願いできませんかね、お話伺えればと思います。あの、僕の方で、はい、あのお名前とか内容とか聞かせていただきますので、はい、あのお気軽に、はい、ぜひぜひあの手挙げてもらって上がってもらえると嬉しいです。ぜひお願いします。お待ちしてます。はい、まずゲイフラの方いかがでしょうか。ゲイフラの方、身内から攻める。はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。はい、お名前お願いします。三谷と申します。どうも、はい、こんばんは、よろしくお願いします。宮取祭ではどのような出展をされるんでしょうか。はい、ですね、僕とあと園さんですね、はい、お二人で、ゲイフラを展示いたします。ゲイフラ作ってみませんの会のお二人ですね、うん、はい、はい、ちょっと当日あのゲイフラ作る体験の方はできないんですが、うん、まあ、はい、こんなの作れますよということで、ファムテゲイフラをいくつか貼り出しという形で出展させていただきます。ソノ、うん、さんがめちゃめちゃさ、ストックあるじゃないですか、実は、うん、いつも。はい、そう、それが見られるかと思うと、そこはすごく楽しみですね。何が出てくるかお楽しみに、ね、そういうこと。はい、そう、宮取祭楽しみにされてることとかありますか。いや、そうですね、まあ、ふっとりこの生放送、あ、そうだった。それはね、準備もしなきゃいけないからでは、どうなるかっていうところですよね、あとは、うん、でもやっぱいろんなブースが出ると思うので、うん、ちょっとこの後いろんな方にお話しいただければと思うんですけど、ぜひ、ね、本当に多種多様だなと思うんで、うん、単純に見て回ってみたいですね。うんうんうん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひ他の方も、はい、会場で、はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ゲイフラもね、バワッと展示されるようです。うん、はい、はい、他の方もしよかったらいかがでしょうか。お話をお聞きしたいです。はい、そうですね、本当にいろんなねブースが出て、本当バラエティに富んでるんですよね、ブース。うん、本当に楽しみ。まあ、展示系もあるし、うん、ワークショップやってくださる方もいたりとか、うんうんうん、そうですね、イラスト展もね。あ、そうね、イラストもそうですね、はいはい、イラスト展示もあるんだ、ね、うん、とか私が個人的にあのツイッターとかでちょっとすごい気になってた、うん、あの、うん、マリノスサポーターのフィギュアサイズのマリノスサポーターの方がいるじゃないですか。分かる、あのお二人非常に好きで、うん、来るって聞いたんですよ。いえいえ、はい、それちょっと楽しみかな。彼らが行きますって言ってたよね。そう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 。ええ、来るんやんと思って、実物来るやん、すごい、やばい、ね、ちょっと楽しみなんですけど、ね、僕はやっぱりあのね、あのバスとキッチンカーがやってくるんじゃないかと。あー、あれか、手作りのやつね、はいはい、うん、あれすごいよね、あれ 見れるんだ。確かに確かに、はい、楽しみですね。あと大旗来るんですよね。え、展示、あんまあの至近距離で見たことないと思うけど、相当でかいからね、おばだって。
本当にサイズ感に触れられるっていう意味では結構確かに確かにいい機会かなと思いますね。ことはできないけどさすがにちょっとね、はい、これ上がってんだなっていうのを見られると思うと結構近くで見ると本当でかいからね。あれね、ねえ、そんな中お一人手挙げてます、うん、はい、ありがとうございます。やった、待ってた、ありがとう。こんばんは。どうもこんばんは。来てるよ、上がれてるよ。ミュートです、ミュートです、ミュートですね。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。はい、お名前お願いします。はい、ミナトリサイにてミコトリコロールという名前で、出展させていただきます。秋山恭一と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、秋山さん、どのような展示なんでしょうか。はい、いつもの通りです。いいですよ、ちゃんとちゃんと宣伝していいです。そうそうそう。まあ、なんだろうな、緊張した当日もこんな感じかもしれないですけど、いやユニフォームについての、話をまとめた、まあ、イラスト本じゃないですけど簡単な冊子みたいなのをちょっと制作させていただいて、コミケみたいでいいじゃん。同人誌みたいな感じでいいじゃん。いいね、いただきますので、いい、ね、はい、はい、実際制作中で。いつするの、いつするの。今やってますね。いいね、そこまでこびきリスペクトじゃないですか。もうすぐ表紙ができて、あとちょっと文章を打ち込んで。あら、よかった、3連休の最終日で。なんとか間に合わせたいと思っておりますので、頑張って、本当最後まで。あとその他にも、あとあのオリジナルで作った T シャツ、去年の、うんうん、優勝記念の T シャツを勝手に作ったので、それの展示ですとか、ゲートフラッグの展示とも行います。あと、一番の目玉が、ユニフォーム実物を展示する予定です。はい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 。まあ、自分が知ってるのは、アディダス復帰以降の2012年以降のユニフォームなので、その2012年以降のユニフォームを実際に皆さんに手に取って、こういう、ユニフォームだったんだっていうのを実感していただくような。あとはそのもっと昔のユニフォームのことも自分も全然勉強させていただきたいなと思ってるので、うんうんうん、そういったあたりの話をご来場の皆さんと一緒にお話できたらなと思っております。はい、ありがとうございます。秋山くん、ミナトリ祭楽しみにしていることありますか。そうですね、マリノスのイラスト界隈ではとてもメジャーな方がいらっしゃる予定ですので、うん、その方の展示も実際に見てみたいですし、うん、あと自分はトークショー行けるのかな。ちょっと、はい、聞きたいなっていうのもあるので、うん、あとはその先ほども言いましたけど、皆さんとの触れ合いやったりとか、うんうんうん、自分の知らないことを学べればいいかなと思っております。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。残り少し頑張って。はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい、はい、はい、健吾君ありがとうございました。そう、はい、このイベントね、もちろん来ていただきたいのももちろんあるんですけど、うん、出ていただく方々一人一人も交流していただけるとなお良いからっていうのはありますね、うんうんうん、やっぱ自己印象的にね、ね、はい、はい、いろんなところ、いろんな人が交わる港みたいなもんなのでっていうところにもね、つながってくるんですけど、うん、はい、そうですね、はい。さあ、といかがでしょうね。当日楽しみにしてるの一個忘れてたわ、うん、マネフォワードバンド。そうめちゃめちゃ楽しみじゃないですか。あれ言ってたけど、あれ裏やばいね。いや、あれ裏あんな可愛いと思わなかった。裏やべえ。裏地が可愛いっすね、あれね。要はそっちを表でもおかしくないぐらいの色といいさ、あれめちゃめちゃ可愛かったですね。いや、すごい、あれも楽しいですね、うん、はい、はい、こちらも数に限りがございますので、もらえちゃうらしいんで、はい、あれ、はい、いかがですかね、はい、あとはじゃあふっとりこ準レギュラー的な方を勝手に紹介させてもらいました。はい、よく聞きにいただいてる方ね。はい、かおりさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、かおりさんはリボンの、はい、お展示をしていただけるそうで、あ、ありがとうございます。おは、いや、初めてかな。いや、あ、まあ、お久方ぶりでございますね。あるある、はい、失礼しました。お待ちして、ちょっと仕組みがね、仕組みがちょっと不慣れだとなかなか難しいけど、時間がね、たっぷりございますんで、今日はね、ちょっと出てこなかったかな。
もう一度お願いできますかね。あ、はい。いけたかな、いけたかな。いけてないかな。どうだどうだ。いけてない。あ、ありがとうございます。もう一回いきます。はい。なんだっけ、あ、来た来た来た。こんばんは。つながったかな。いかがでしょう。ミュートになってます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。作業中とのことでありがとうございます。いや、なんと。まさか名前呼ばれると思ってた。もちろん。ありがとうございます。じゃあちょっとお話伺わせてください。はい、お名前お願いします。香りです。リシール・リュバンという名前でリボン作ってます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、当日どのような展示になるんでしょうか。ですね、今回はトリコロールのみで、はい、ユニモチーフのリボンとか、うん、マリンちゃんの頭をイメージしたチャームとか、うん、あとはマーメイズちゃんの衣装をイメージしたチャームとかを、うん、ミンネで売ってる20% から30% オフ、ものによっては半額で出します。ほとんど全てあれですかね、販売なんですかね。そうですね、そもそも展示が販売なんで。あ、なるほどなるほどなるほど、なるほど、ということになるのと、あとワークショップが、はい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 、あまり人気はなくって。ちょっと告知が足りてなかったかもしれないけど、はい、今からでも間に合いますか。いや、なんですか。今から告知、今からこの、今のこれを聞いてワークショップやりたいですって方がいらっしゃっても大丈夫ですか。はい、もう全然不人気なんで、すごく人がいらっしゃるようであれば、整理券とかこう予約とか考えたんですけど、不人気なんで、来てくれて作りたいって言われたら、もう誰でもどうぞにしようと思ったんで。なるほど。そんなことないですよ。いや、本当に。チャンスだってよ。はい、ワークショップ何作る感じになりますかね。ツイートはしたんですけど、はい、カードスタンドっていうか写真立てになるクリップ。はい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 、はい、で2個作ってもらえればカード立てになるし、洗濯紐とか通してクリップみたいな釣り下げもできて、はいはいはい、でなんかもっと難しいのも考えたんですけど、うんうんうん、まあ、今回は初めてのことなんで、うん、とりあえずたくさんの人に作ってもらおう、触ってもらおうって思って。いい、すごくいい、うん、なるほど、素敵。はい、ありがとうございます。当日楽しみにされてることとかありますか。はい、うん、やっぱりそのクリエイターの方たくさんお会いできるのが楽しみで、ね、写真とかでいっぱい見てる皆さんの作品、縫いのお洋服とかバッグとか本物が見れるのが楽しみなのと、あと私、はい、絵が全く描けないんで、はいはい、絵を描く方々、はい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 、の作品を、で特に顔見知りの人が絵を描く方多いので、うん、実際会って大体描く方とお顔似てる方が多いんで。あ、なるほどね。その辺りもちょっと見比べたいかな。なるほど、はい、思ってます。はい、ありがとうございます。はい、すいません、突然お呼び立てさせて。はい、すいません。いや、なんか来そうな気がしたんで。よかった。はい、ありがとうございます。はい、当日、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、香織さん、ありがとうございます。はい、香織さんもね、毎試合リボンを対戦相手とね、一緒に作っていらっしゃる、うんうんうん、ちょっとね、マリンちゃんのマリンちゃん風ですね、マリンちゃん風のチャームあるカモメさんのあるカモメさんになんか、ね、雰囲気を醸し出しているチャームがね、もしかしてあの子かわいいっすね。うん、ですね。はい、お得になってるようなので、ぜひね、はい、お立ち寄りいただければと思います。はい、もう一人勝手に紹介していいですか。あ、別に上がられれば上がっていただいてるんですけど、にゃんちゅうさんですね。はい、いつもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。いつもね、タレコミもありがとうございます。うんうん、はい、にゃんちゅうさん、イラストで ありがとうございます。おお、ちょっと優しい、みんな、いいね、優しいね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。すいません、お呼び立てしてしまいました。ありがとうございます。はい、お名前をお願いします。にゃんちゅうと言います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になっております。はい、いつもありがとうございます。こちらから、はい、はい、展示どのような形でしょうか。試合の時に
はい、スケッチブックにイラストを描いて、はい、いつも、マリノスとか戯れてるんですけど、はい、その、はい、スケッチブックの絵を展示させていただこうと思いまして、カモメたちに見せたやつが僕らも見れるんですね。そうですね。はい、何枚ぐらいとかってあるんですか？あの枚数なんか制限があるらしくて、はい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 、5枚ぐらいっていうことなので、おえでなんかサイズとかも制限があるので、はいはい、したものになるんですけれども、はいはいはい、それをちょっと持っていきたいと思います。はい、厳選した5枚ですね。そうなんですよ。はい、にゃんちゅうさん、はい、にゃんちゅうさん当日楽しみにされてることありますか？そうですね、いろいろ今までもお話しされてるように、はい、いろいろな方がいらっしゃるので、はいはいはい、その展示を見るのもそうですけれども、うん、交流もそうなんですけれども、はい、あとはうっとりこの生配信もそうですけれども、聞いただける、え、あと、まあ、水沼さんたちのお話も楽しみにしてます、はいはいはい、もちろんですよね。全部楽しみです。いやー、一日ぜひ楽しんでいっていただきたいです、はい、本当に、はいはい、ありがとうございました。あ、すいません、お呼び立てすいません、ありがとうございます。大変ありがとうございます。はい、というわけでね、やんちゅうさんね、イラストの方でご参加されるということですので、ぜひ注目していただければと思います。はい、います。はい、勝手にね、お呼び立てして本当にありがとうございます。 いつもね、ツイートもしていただいてありがとうございます。はい、はい、他にもね、参加される方もしかしているかも、僕が見えてなくていらっしゃるかもしれないですけど、はい、はい、一応じゃあこのぐらいにしておきましょうかね。はい、はい、ということで、皆さんも楽しんでいただけると嬉しいですね。ぜひ盛り上げていただきたいと、はい、一緒に、はい、はい、本日のトピック以上になります。いや、なかなか港り祭盛り上げコーナーとして良かったんじゃない？ちゃんとできたね、思ったよりね。ね、思ったよりね。いや、本当優しいみんな、うん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ミックスゾーン出てこいやー！ 2 回目ですよ。はい、すいません、途中でね、電波状況よ悪くなっちゃって出れなかったんですけど、本当に皆様ありがとうございました。電波って言い出すから調子かと思ってね。はい、すいません、はい、お願いします。はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マイナス関連、パートナー、スポンサー様関連のタレコミなどお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンを押して、お気軽にお知らせください。はい、お願いします。通常のデーテコイヤでお待ちしております。はい、はい、いや、ちょっと今の話聞いただけでもだいぶ濃いっすね。はい、はい、どうぞ。ウォーキングバトルがまた始まるそうです。今日さ、配信前にもう先出しでつぶやいといてくれてた方いたよね。そう、そうなんですよ。ありがたいことに、本当に、これまだ日曜スタートですかね。いつもそうだよね、日曜日スタート、毎回日曜スタートなので、うん、はい、ぜひぜひ登録されてる方は1日3000歩はい、歩きましょう。ありがとうございます。 AD からカンペ出してくれましたね。10月8日の12、あ、そうそうそう、ちょっと待って、これはあれだ、福岡線のチケット発売。あ、そうですね、あ、そうです、福岡線、そうですね、はい、日曜日8日の12時かな、はい、はい、福岡線チケット発売になりますね。と同じくこの日にウォーキングバトルだよっていうのを、うんうん、なるほどなるほどなるほど、いつも同じくケンタロウさんがね、つぶやいていただいてますね。はい、ありがとうございます。チケット買って歩くなり、歩きながらチケット買うなりしてくださいと。どっちかだけでもいいんじゃない、それそうだ、ね、チケット買ってから歩くからいいんじゃないかな。はい、はい、ちょっとね、あいにく週末ね、天気があまりよろしくないようですけども、室内でも3000歩ぐらいお買い物してれば行けますんでね、ぜひウォーキングバトルご参加ください。お願いします。お、はい、お、ありがとうございます。ほい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 、久しぶりの人が来たぞ。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。カホと言います。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。告知なんですけど、はい、ACL でアウェイインチョンに行くよっていう人、はい、多分いると思うんですけど、多分その中で
飛行機成田がいいの羽田がいいのとか、ソウアのホテルはソウル市内がいいのインチョン市内がいいのって多分迷ってる方いると思うので、それに関するアドバイス配信を明日インスタライブでやるので、よかったら興味のある方来てくださいという告知で、でインスタライブは私の、インスタのアカウントですので、今ハッシュタグふっとりこでつぶやいたので、よければ、はい、明日の21時半からやりますので、あの地図とかアプリとか使いながらこの辺がこうでって説明していけたらいいなと思ってますので、よければよろしくお願いします。ぜひ、はい、はい本当ね、院長手配するのは本当そろそろ今のタイミングよね。そうなんですよ、ちょっと ね、フィリピンとかが先とかもしれないんですけど、ちょっとホテルと飛行機に関してはもうそろそろ手配しないとだいぶ高くなるかなって、ね、そう飛行機が結構ね、あの安く取れる便が結構そこそこ、もうちょっとあんまそんなに多く選べなくなってきつつあるって、はい、はい、なのでありがとうございます。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございま す、はい、います。これは助かりますね。ちなみに私は手配終わりました。お、あれ早い、さすが、はい、僕もあのマニラの手配終わりましたんで、おー、ナイス。はい、だけど私もね、ちょっとね出遅れたおかげで狙ってた便安く取れなかったりとかしてる。ほんと1週間とかで全然値段変わる。そうっすね、国際線をね、なかなか読めないんだよね。 それこそダイナミックプライシングですからね、うん、そうそうそうっていうね。じゃあ1個だけ豆情報ですけど、アシアナオンラインで会員登録すると今 15% オフクーポンもらえます。ほう、初回登録、そう、なんかマイレージ会員なんか簡単にネット会員で登録できるんですけど、それで登録するとインチョン便が 15% で、金庫がね 10% だか 5% なんですけど、ちょっとだけ安くなるクーポンが今多分あって、でしかも私アナマイレージ会員なので、アシアナでオフィシャルで取ってるんだけど、スターアライアンスのアナの方のマイルを選んでつけることもできたから、私はアナにマイルつけてアシアナで取りました。はい、っていうね、そんな技も使いつつですよ。あ、そうですね、インチョン値上がってきましたねっておっしゃってる方いらっしゃって、そうなんですね、多分先月取っちゃった人が多分ねめちゃめちゃ安かった、 LCC とかも全然安かったし、インチョンね、ギリギリまで調整したんですけど、今回はちょっと難しそうですね。まあ、マニラの方ちょっと一本頑張っていただいて、はい、はい、マニラも一泊三日の予定ですので、僕じゃこれがさ一個問題があってさ、はい、試合火曜日じゃん、そうなんですよ、前日いないでしょ、あなたはきっと、そしたらいないです。あで、いや、当日月曜は日本にいます。当日入り、当日の朝便で向かいますんで。あ、そうか、でも時差あるから、結構もないか、そんなないか、多少だよ。実は1時間ですね。入れてなかった、はい、2時間あるかと思ってたわ。そうですね、で、朝の本当に早い便で行くんで、向こうにはお昼ちょっと過ぎぐらいですかねに着く予定ですね、うんうん、でそこからチェックインして、まあ、チケット当日券ですからね、チケット当日券、そうそう、いや、走る時はね、はい、では、いろんなところ巡ってから試合かなみたいな、その辺もなんかやった方がいいですかね、分かってる情報だけまとめる感じ で朝早いけど大丈夫そうあそこからっすか、また当日ですか、はい、まあいいや、ちょっと検討しておきましょう、はい、はい、あ、なんかちょっと待って、 AD のアイコンが飛行機だった、もう飛んでる、本当だ、飛んでるすごい動くじゃん。いや、これあれなんです、あのリアクションじゃなくて実況動画の方だと思う、こういうこと、こういうね小ネタを挟んでくるんだわ、本当私の AD はね、はいそうですね、まあでも情報展開はそうですね、マニラが海外初めてって人もひょっとしたらいるかもしれない、ね、すごいよね、でもそのチャレンジ精神は、ね、だとしたらかなりすごいですよ、うん、中国初めてもだいぶ攻めてると思うけど、マニラ初めてやばいね、マニラにしろインチョンにしろもうさすがにパスポート申請終わってないと大変ですね。いや確かに、いやそれはそう、マニラはさすがにもう取ってるでしょ、行くつもりですよ、まあ、手元にないのはまああれとしても申請が終わってないと厳しいですね、そろそろ。あ、まあ、韓国は全然なんとかなります、はい、まだ今からやっぱいけるかもってなっても頑張れば全然いけますよね、はい、ちょっとこの3連休で、はい、
決めていただいて。はい。パスポートできるのも早いしね、昔より全然ね。まあ、1週間半あれば手にはできますね。どこの地区町村でもそれぐらいでいけそうな感じだったね。はい、特にあの犯罪とか犯してなければ大丈夫だと思うので。そこね。あの脱税とか、はい、してなければ大丈夫だと思いますので。そうはい。はい。そんなとこですかね。はい。はい。次の放送は当日生配信になっちゃう。ああできるかな。いや大丈夫かな、ですか、大丈夫かな。ね。ちょっとテンション上がりすぎないように気をつけます。人がいてもいなくてもどっちに転んでも緊張してる可能性があります。あれっすよね。はい、そうね、そうね。全員が同じ場に会してやることがそもそも初めてなんで。そうね。確かにフットリコチームですら。これは一緒じゃないもんね。そう、録音とかもやったことないからね、今まで。そうそうそう、あの別にね、あの会ったことがないわけじゃないんですけど。あ、それはない、それはないんだけど、そう普通に会ったことあるけど、こう配信スタイルをちゃんと顔を向き合わせてやったらラジオスタイルないからね、今まで全部リモートスタイルなんで。だから俺がそのねパソコンで音出ししてるとこを見たことはないわけですよ、ね、そうですよ。そう、そこで頑張ってるっていうところは そっちが結構ねテンパらないか不安なんだよね。いやちょっとあの当日あのテンパらないためにも AD ちょっと頑張ってもらうとかいろいろ考えた方がいいかなと思ってます。カンペ用意しておいてください。はい、ぜひ。僕が出てこいやって言ったとカチって言ってるのはどういう感じでなってるかっていうのがね分からない。貴重な回ってことですね。出てこいややりますからね。やりますから。はい、生でもやりますから。はい、緊張してきた。はい、ってな感じですか。ぜひ当日お待ちしておりますので、はい、鶴光ですね、鶴見公会堂でお待ちしております。はい、時間何時でしたっけ、もう1回。14時。はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、それ大丈夫ですか。14時です。はい、スタートが14時ですね。はい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 、入れるのが13時50分予定してます。はい、はい、ちょっと前から開けます。はい、開けますのでぜひお越しください。はいはい、じゃあそんなとこですかね。はい、はい、本日ふっとりこ220回目でした。おお、220回目、はい、はいはい、遅くまでお聞きいただきありがとうございました。はい、感想、タレコミなど、はい、私ふっとりこ公開生行くよなんていう感想とかもね全部お待ちしてますので、ハッシュタグふっとりこの方でぜひつぶやいてください。はい、はい、放送翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、よろしければお聞きください。はい、はい、それでは皆さんさようなら。おやすみなさい。また月曜日お会いしましょう。また月曜日。